京王玉は、金冠時の子祖首郎の日、金冠時の第二代の王ことを生む。京王玉は、インドのサータバー花町の王女で、インドから船に乗って48年に、カヤに渡来し、首郎と出会い、その時に、インドから持ってきた石灯と鉄物を奉納した。巨子は、首郎との間に10人の息子を設けたが、そのうち二人に元生を与え、それが、 近海巨子の近現とされる。2004年の学会発表によると、巨子のインドトライ説には遺伝学的根拠がある。近海にある古墳の巨子の子孫と推定される遺骨を分析した結果、ミトコンドリア DNA はモンゴル北方系ではなく、インド南方系の特徴を備えていた。インドから持ってきた石灯、三国維持巻に、金の唐国旗の上に、次のような記述がある。 古代朝鮮の部族国家が出来上がる時の神話として解釈されている。あらすじ、あゆた国の王玉の両親に夢のお告げが下った。曰く、カラク国の主王は天が使わした特別な人間であるが、未だ独身だ。王玉を送り妻とするようにと。王玉は海から虫な罪を求め、天に登って万党を得ると主郎のもとにやってきた。なお、万党は、 新鮮思想に現れる調整不死の桃で、混乱山にある、玉桃とか千桃山に実る、千桃とも呼ばれる。富山広域市と近海市は、強行混行ロードの観光商品化に向けた、強行混行ロード再現及び、祝祭事業に共同で取り組んでいる。同ロードは、インドからやってきた王玉が近海に到着した地点をスタートとし、結婚式を挙げたところをゴールとする。 イフネガン広告時、金主郎漁。長期的ビジョンとしては、道路路のユネスコ世界文化遺産登録を目指している。金冠時は良質の鉄に恵まれ、中国や日本に輸出して栄えた。鉄の武器のほか、小さな鉄のインゴットを製造した。これは、貨幣のような交換手段に使用した。富山高益市ヘウンデクの冬、柏公園には、海を渡って、恩恵王に嫁いだ。 攻玉機の伝説に基づく人魚のブロンズ像がある。ここでの攻玉機を強欲と同一視する強度視野もいる。ありがとうございます。